こんにちは、たきです。今回はですね、僕の初めてのお料理動画です。では、始めます。はい。すごい簡単だ。誰でも、もし作りたかったら、お母さんに言って、作ってみてください。今日は、ホワイトデーのお返しに、はい。作ります。チョコレートもらったけど、チョコレートを返します。はい。あと、友達にあげる？はい。はい。じゃあ、チョコレートを、もう一枚。こっちの手に乗せて。ここに乗せた。ちょっと、初めてで今、結構緊張しています。はい。じゃあ、これ、チョコレートを、適当でいいから、うん、細かく切って、本当はね、なんか、うん、細かく刻んだ方がいいんだけど、めんどくさいから、めんどくさいし、俺使えない、すぐ溶けるから、はい、じゃこれも、うん、溶けるからいいです、はい、これも、うん、よいしょ、よいしょ、細かく刻みます。はい。はい。じゃあ大体200g かな。200g、2つご用意してください。はい。待って、一回これを壊す。ハッパワー。パワー。お菓子作る初めてじゃない？うん、ね、パワー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 、はい、はい、ガストです、パワー、パワー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 、はい、いいね、これを、レンジでとりあえず1分チンします、はい、でチンしてなったら、このグラノーラ、はい、グラノーラを入れて、まあコーンフレークかな、 それを、まあ、いつも朝とかに食べるコーンフレークを入れます、はい、これなんかドライフルーツとか入ってていいやつ、あとはこっちはマシュマロ、マシュマロもね、入れたい人はぜひ入れて食べてみてください、うん、入れた方が美味しいです、食べたけどめっちゃ美味しかったです、入れたらめっちゃ、やっこの間ママが作って、はい、美味しかったね、はい、めっちゃ美味しかったです、で あとは17秒で終わりますんで、少しお待ちさせてください、レンジでチンして混ぜて型に入れて冷蔵庫で冷やす、ね、冷蔵庫に入れて何日ぐらい冷蔵庫で30分ぐらいで一回取り出して、はい、で、またあの取り直す。こんな形で。やばい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 。はい、じゃこれをちょっと一回ぐるぐる。あ、いいよ。手袋取って。手洗ってるから大丈夫。はい、これをちょっと溶かして。うん。こういうの初めてです。こうやって回す。そうね。溶けてきた。こうやって、うん、切ったらこうやってドロドロで全部
溶けた感じになってる。やってみて。でも押さえて。そうそう。熱い。熱い？ちょっと熱い。どう？あ、溶けてるね。うん、溶けました。はい。そしたらこれ入れて。じゃ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 、このまま入れて。はい、これ全部？はい、入れて。じゃあ、一回混ぜて。これ作るとき結構楽しいです、うんうん、はい、これを全部チョコに入れる。もうちょっと入れるかな。はい、もうちょっと入れるか、うん、うん、ちょっと入れる、もうちょっと入れます。はい、します。はい、ザクザクにしよう。これってこれじゃくてどういう。あ、大丈夫。ちょっとこれ結構幅がでかすぎるのでザクってしながらやってきます。はい。できた？そうしないとこれ混ぜづらいんで。潰していきます。潰さなくていいよ。あ、いい感じ。まだ。そっか。はい。そしたらここにマシュマロも適量いいよ入れていきます。はい、うん、いいよ。混ぜて混ぜます。はい、お、いい感じ。いい感じですか。はい、で、このバットに入れていきますね。はい、これはこのまま入れちゃうとダメなので、サランラップを引いて。サランラップだよ。そう、サランラップだよ。広告でサランラップだよっていう、そういう広告をめっちゃ見て、うん、うん、あ、サランラップね、サランラップねって思うことがあります。はい、できた。はい、そしたらほとんど混ぜよう。できるかな。このバットに、うん、このバットに入れてください。重たい。いや、こうやって。そうそう。ああ、はいはい、うん、あ、じゃあ持ってあげる。うん、いいよ、入れてください。うんうんうん、全部入るかな。入んなそうだな。ちょっと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 一回ストップ。はい、ストップしてください。これはちょっと私挑戦します。はい、ちょっと多すぎますね。あ、でも大丈夫そう。大丈夫です。大丈夫です。広げたら大丈夫そう。はい、これを。はい、もうさ、2人にもあげちゃったじゃん。うん、だから女の子2人と、うん、ゆうくん、うん、にあげればいいか。あと誰かあげてる？あげたい人いる？いない。うん、これがちょっと残りが入れます。すごいね。じゃあ、若干こんな感じです。はい。はい。これを、冷蔵庫で、はい。30分？ 30 分ぐらい。あんまり1時間やっちゃうと、切るときにザクザクすぎて割れちゃう可能性があるので、はい。でもそれでも、なんか変な感じだったら、もう1回5分とか、そんぐらい。そうですね。とりあえず30分。はい、ラップしてこの状態で冷蔵庫に入れてきます。はい、じゃあ30分いきます。はい、はい、30分以上経過しました。そうだね、ちょっと30分だとちょっと柔らかかったから、あの40分か、うん、40分か1時間ぐらいやってこんな感じです。はい、で、これは
カットしていきます。はい。まずバターを。はい。これはラップなんでそのまま、うん、違う。そのままいける。これをちょっと切っていく。そうそうそう。一回ママが見本見せるね。うん。おお。できてるね。いい感じ。でも俺が食べたやつあれなんかさ、うん、こうやってちっちゃいマシュマロ入ってなかったっけど。入ってたよ。あの今日のマシュマロは違うマシュマロ使ってるから。え？いい？さっきお風呂入りました。そうね。時間があるんで。うん。時間は有効的に使いましょう。はい。まず、どのぐらいかな？はい。まあ、お、ザクザクいってるね。オッケー。やってみたい。これ、このぐらい。ここで？危ないならべきゃ。はい。が、うん、これ持って、うん、これかな？あ？太さバラバラだけどいい感じです、うん、はい、こんな感じにやったら、うん、たら一個じゃあさ見本見せるの、うん、でこれにつける。まずこのワックスペーパー、これ、あ、反対だね。ワックスペーパーね、これね、100均で売ってるんだけど、これどこで買ってきたの、これダイソーかな、これがダイソーか。見てるかな？見てるかな？に、まず、うん。これを、あ、これ。こうして、はい。くるっと巻きます。で、ね。はい。くるっと巻いて、で、横の端っこをちょっと止める、キャンディーみたいな、キャンディーみたいな、そんなめっちゃやっちゃったら袋が破け、そう、破けちゃうから、そうやって一応こういう感じに、はい、ちょっと雑ですけどね、こう、うん、こう反対だよ、これはい、どっちでも、うん、か、はい、こっちに持って、うん、難しい、はい、うん、ついちゃった、うん、ちょっと待って。ついてないか確認して、うん、はい、OK、真ん中に来るよね、うん、器用な大工さんはできるかな、これでこう、そう、待って、長いので、はい、端っ
端っこをカットします私。ここにもマシュマロがついてる。ほらマシュマロ見て。これマシュマロ。ちょっと食べてみ。食べてみ。食べてみ。美味しい。美味しい？うん。サクサクしてる。美味しい。だけでも30分とか考えた。30、40分だっけ？でも、うん、あのめっちゃ冷たい冷蔵庫とか持ってる人は、うん、多分30分とかでいけると思う。めっちゃ冷たい冷蔵庫ってみんな冷蔵庫一緒だよ。あ、そっか。でもなんか普通よりちょっと冷たい方は、うん、冷たい方なんかいるの？いるかな？多分だいぶ長い動画になりますが、そんな長くないよ。うん、大丈夫です。お料理動画ってそういうもんか。そう、普通より動画って時間長いんだ。お料理とか。それ何作りたい？何でもいい。次はのちのち考えてみる。のちのち考える？のちのち考える？ちょっともあげるのでぜひ見てください。あーショートは、うん、ポケモンカードの動画を出しているので、うん、ポケモンカード好きな人はぜひ見てください。はい、これが宣伝です。宣伝ですか？はい、そうなんですね。はい、これで2人分ができました。そうですね、あと2人かな。これをこう、うん、こう、これはあのゆうくんと女の子2人と、うん、もう一つはこの間さ、うまい棒いっぱいもらったじゃない、うん、うまい棒とか、うん、大輝のファンの子とか、うん、この人にあげようと思います。はい、いいですか？はい、大輝応援してくれてる人がいるんで、はい、応援してくれてる人、はい、いつもありがとうございます。はい、特別にね、この形の視聴者さんのおかげでここまで来れました。そうです。私の目標は、はい、まあ50人ぐらいまで行きたいです。50人ですか？はい、50人。50人ってどういうこと？だからチャンネル登録者150人まで行きたいです。あ、150人。なるほどね。ちょくちょく頑張るので、はい、応援してください、うん、で、このマスキングテープあんだけど、これをちょっとねデコレーションで使います。綺麗、綺麗でしょ、これ。かわいいよね。このぐらいかな。これを挟
サミでこれ持つ持つ切ってね、はい、ねで飾り付けしていきます。多分女の子の絵で、あの紫好きな子いるからこれ使った。あーそうね、そう、そう思ってね、ママ紫買ったんだよ。好きなの知ってたから。ちなみに僕の好きな色は赤です。あ、大体赤好きだよね。はい、こんな感じです。だからスマホカバーも赤にしました。ラッピングできた。はい、どのぐらい、さっきと同じぐらい。これ使う、使ってみる。どのぐらい、もうちょっとこれ、ここ、まずここあんじゃん。え、ここ、ここ、うん、ダメ、ちっちゃった。ちょっと待って、難しいかもしれない。ここ？そうそうそう、こうそ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 う、こうやるってこと？そう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 、なんのこういうこと？まあそんな感じ。いいっすよ、大嫌い。これちょっと使う？使わないよ、おかしいじゃん。ここに貼りたいけど。あ、貼る？貼ってもいいよじゃん。うん、好きなようにしてください。よし、ここに貼ってちょっと良くなった。良くなった。うん、このぐらい。あんま長いとね。でも短すぎてもさ、ぐるっと一周回んない。一周ぐらいがちょうどいい。そうそう。いくよ。うん、ですね。ここに入れて。はい、よ、はい、見えてますか、見えてますか、見えてますか。ぐるっと一周して、あ、曲がっちゃったか、曲がってもちょっとだけ、ちょっとだけなら大丈夫。はい、こんな感じです。はい、もうここに行って、これをこから反対に切ってんだよね。うざい。カメ
メラの設置があんまりなくて、みんなはなんか普通に映ってます。これを2つ入れて、ここ最後にギリ入れます。こんな感じ。これは何で、これは女の子のやつ。これは紫だ。ちょっとかっこいいな。これ時間くらいそうだね。時間は1時間ぐらいかかりますけど、ぜひよければ、うん、作るのは簡単だけど、こういうさ、包装するのがさ、もっと時間かかる。時間かかるよね。意外と難しいし。これはちょっとね、不吉なのがバレるよ。ね。チョコレート作るのは簡単なんだけど。でも包装してるからね。これこんな感じです。できました。これはもう冷蔵庫に入れていきます。はい。はい、そんな感じで今日は作ってみました、はい、どうでしたか。楽しかった。楽しかった。こんな感じ。これ余ったやつ食べちゃう。うん、おいしい。美味しい。ぜひみんなも作ってみて食べてください。ほんと簡単です。はい、ごちそうさま。じゃあ、ほんとご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、はい、たまにします。バイバーイ。バイバーイ。